こんにちは。ゆっくり霊夢だぜ。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、修道女の中の修道女あるいは聖人の中の聖人とも称賛された、聖女、マザー、テレサという人物について紹介していくぜ。おう。マザー、テレサといえば、まさに聖母。貧しい人や病気に苦しむ人を助けることに、人生を捧げるなんてなかなかできることではないよね。世間が称賛する人物として知られているが、生前には公表されなかった裏の顔もあるんだぜ。何言ってるの、マリサ。マザー、テレサが悪女だったとでも言うの？そう怒るな、霊夢。長い間人々から愛されてきたマザー、テレサだが、同じ修道女で過ごした人物の告発によって、彼女の本当の姿が世間に知られるようになるんだぜ。何それ？興味ある。この動画を見れば、マザー、テレサの歴史や没後に明らかになった彼女の本当の姿とは、どのようなものだったのかを知ることができるぜ。それではゆっくりしていってね。聖女の生い立ち。まず、マザー、テレサについて語る前に、聖女について話していこう。霊夢は、リジューの聖テレーズって知ってるか？どこかで聞いたことのある名前だけど、それは本名なの？リジューの聖テレーズとは、フランスの修道女の名前で、幼きイエスの聖テレジアなどとも、言われているぜ。本名は、マリー、フランソワーズ、テレーズ、マルタンで、修道名は、幼きイエスと尊き面影のテレーズだぜ。著作もあるため、日本でも知られた聖人なんだ。そうなんだ。テレーズの自伝とも言えるある霊魂の物語が、多くの人々に感動の涙を与えたことで、広く知られるようになったのだろう。テレーズが修道女となった頃の修道会では、入会者たちに自分の半生を振り返る記録を、提出させる習慣があったそうなんだが、それを翻訳したのがある霊魂の物語なんだ。テレーズの思想は小さき道、自身の天職は愛だ、と決心しているぜ。ふむふむ。そして修道生活においてのモットーを人に譲る、誤解されても相手を責めない、人の欠点を許す、他人に惜しみなく愛を与える、批判されても甘んじて受ける、苦手な相手のためにも愛を持って祈り善行をなすことを、キリストの教えである監督神にのみ属する完成の第一歩だ、と固く心に刻み、それを一生涯にわたって貫いた聖女だったんだぜ。ほう。ところで、このリジューの聖テレーズとマザー、テレサはどう関係があるのかな？マザー、テレサのテレサという修道名は、テレーズから取られているんだ。へぇ、そうなんだ。では、マザーは？マザーとは、大勢の修道士、修道女を率先して指導する立場の修道女に対する継承だ。マザー、テレサはリジューの聖テレーズに憧れ、神の道を歩もうと決心したんだ。なるほど。神の啓示。マザー、テレサの本名は何て言うの？マザー、テレサの本名は、アグネス、ゴンジェ、ボヤジュだぜ。ここからはマザー、テレサの生い立ちに迫っていくぜ。うん。アグネスは、20世紀初頭、1910年8月26日に、コソボ州、ユスキュプで生まれた。コソボ州、ユスキュプは、現在の北マケドニア共和国、スコピエだぜ。19世紀フランスの聖女を敬愛しながら育ち、18歳で故郷、スコピエを離れ、アイルランドのロレト修道女会に入ったそうだ。そこは女子教育に力を入れている修道会で、ダブリンで基礎教育を受けて修練所となった。アグネスは、1929年からインドのカルカッタの聖マリア学院で、歴史と地理を教え始めたそうだぜ。アグネスは幼い頃から地理が好きだったそうで、ユーモラスな授業は女生徒たちに大人気だったようだ。ふむふむ。1931年には、インドのダージリンへも赴いた。初聖願の時に選んだ修道名が、テレサで、1937年には修正聖願を選立して以後には、シスター、テレサと呼ばれるようになったんだ。1944年には聖マリア学院の校長に任命され、いわゆる上流階級の子女の教育に当たりながらも、テレサの目には、常にカルカッタの貧しい人々の姿が映っていたのだそうだぜ。テレサは、1946年9月には、年に一度の黙想を行うため、ダージリンに向かう汽車に乗っていた。その時に、最も貧しい人々の中で働くために、すべてを捨てなさいという、すなわち神の啓示を受けたそうなんだ。おう、魔王カズテレサは、修道院を離れて活動を行う許可をバチカンの修道会管轄庁に求めた。しかし、カトリック教会の上層部から良い返事をもらうことはできなかった。明けて翌年にも聖マリア学院の校長を任命されたテレサだったが、神の啓示にこそ従う。という彼女の決意は揺るぎなく、その翌年すなわち1948年早々に、教皇、ピウス12世から、修道院外居住という特別許可が得られたんだ。これほど熱心な人なのに裏の顔があるなんて、今のところ信じられないな。インドのスラム街へと舞い降りた天使、インドの女性たちがキルサリーの中で最も質素なものを身にまとったテレサは、それこそ飛び出すかのように修道院を出て、カルカッタのスラム街の中へと入っていったぜ。
早速、学校に行けないホームレスの子供たちを街頭に集めて、無料授業を行うようになったんだ。やがて、そんなテレサの元には聖マリア学園時代の教え子たち、つまり上流階級の子女たちが、ボランティアとして集まり始め、周辺地域の教会や名士たちからの寄付も寄せられるようになったぜ。ふむふむ。相変わらず質素なサリーをまとったテレサは、天使の殻を脱ぎ捨てて聖女へと変貌してゆくんだ。1950年10月7日には、ローマ教皇庁からの認可を得て神の愛の宣教社会が設立された。さらに、1965年2月1日には、教皇庁立の修道会としての許可も受けたぜ。この神の愛の宣教社会が果たすべき目的とは？裸の人、飢えた人、病気の人、身体の不自由な人、家のない人、必要とされることのないすべての人、愛されていない人、誰からも世話されない人のために働くことと、テレサは明言しているぜ。この日からテレサは、正式な修道会のリーダーとなり、シスター改めマザーと呼ばれるようになったんだ。なるほど。さらに、インド政府の協力によってヒンドゥー教のハイジーンを譲られたマザー、テレサは、今では世界的にも有名な死を待つ人々の家というホスピスを開設した。そのホスピスが怪しいのね。これ以降、ホスピスとか児童養護施設を、次々と開設していくことになるぜ。こうした活動初期の頃には、カルカッタの地元住民はじめスラム街に住み暮らす大人も、ホスピスに従事しているものをキリスト教に改宗させようとしているのではないのか、という疑念を抱いていたそうだ。しかし、マザー、テレサはじめ従事する修道女たちは、ケアする患者の宗教を尊重する、姿勢を貫き、亡くなった人に対しては、その人が信仰していた宗教の作法にて、見取っていた、と伝わっているぜ。例えばどんな宗教の人がいたの？例えばイスラム教徒なら、その枕元でクルアーンを読み、ヒンドゥー教信者なら、その聖なる大河ガンジスの水を汲んできて口に含ませてあげたらしいぜ。ほう、聖女には、ノーベル平和賞が似合う？テレサたちの活動は、世界から関心を持たれたんだ。そして、テレサたちの活動は、カトリック教会全体にも刺激を与えたんだ。1963年には、男子修道会神の愛の宣教者修道士会とか、神の愛の宣教者信徒会などが、次々に設立されていったそうだぜ。ますます世界中からの注目と称賛が湧き上がり、多くの援助が集まったそうだ。こうして1960年代に神の愛の宣教社会の活動は、インド全土に及ぶようになったんだ。1965年以降は、教皇パウロ6世の許可により、インド国外での活動も可能になったそうだぜ。へぇ、インド以外に宣教所が初めて派遣されたのは、南米ベネズエラ、ココロテ市だった。さらに修道会は全世界規模で貧しい人々のために活躍するようになっていったのだそうだ。マザー、テレサが世界中に知られるようになったきっかけはあるの？これほどの善行の大躍進ぶりなら、ドキュメンタリー映画化の話が出てこない方が不思議だろう。1969年、アメリカ人のマルコム、マックリッチが撮ったドキュメンタリー映画、サムシング・ビューティフル・フォー・ゴッド、素晴らしいことを神様のためにが公開され、同時に出版された同名書籍によって、テレサの活動はインドやアメリカにとどまらず、全世界で知られるようになっていったぜ。この映画の取材をする中でマックリッチは、テレサの姿に強い感銘を受けたそうで、後にカトリック教徒になっているらしいぜ。1970年代に移ってからは、栄誉賞を総なめしていくぜ。1971年には、教皇パウロ6世自らが制定した勲章ヨハネ23世教皇平和賞最初の受賞者に、迷うことなくテレサが選ばれた。これを皮切りに、同年にはケネディ賞を、そして1975年にはアルベルト、シュバイツアー賞を、受賞したばかりか、1979年にはノーベル平和賞を受賞したんだ。すごいね。まだあるの？さらに1985年にはアメリカ合衆国大統領自由勲章を、1996年にはアメリカ合衆国名誉市民に選ばれ、その翌年には議会名誉黄金勲章を受賞。これ以外にも紹介しきれないほどの大学の名誉学位を授かっているぜ。ちなみに、存命中にアメリカ合衆国名誉市民となったのは、元イギリス首相、サー、ウィンストン、レナード、スペンサー、チャーチルに次いで二人目で、テレサが選ばれた時点では五人目、また、アメリカはじめ同盟国の政治家と軍人以外では、初めての授与だったそうだから、どれほどすごい栄誉なのかがわかるだろう。うん。中でも、人類最高とも言えるノーベル平和賞は格別だっただろうね。そうだな。ノーベル賞式に臨んだマザー、テレサは、普段通りの白い木綿のサリーと革製のサンダルという、インドの一般庶民のうちでも粗末もしくは、質素とされる身なりだったそうだぜ。それがまた好感持たれたのかな。そうだな。身なりだけでなく、賞金19万2000ドルすべてが、カルカッタの貧しい人々のために、使われることになった。また、受賞スピーチでは、私のための晩餐会は不要です。
その費用は、どうか貧しい人々のためにお使いくださいとも要望したそうだぜ。賞金を受け取った時には、このお金でいくつのパンが買えますか？とも問い返したそうだぜ。受賞インタビューで、世界平和のために、私たちはどんなことをしたらいいですか？と、尋ねられたテレサは慎んで、家に帰って、家族を愛してあげてくださいと答えたそうだ。まさに聖女にふさわしい発言とも言えるのね。聖女が天に召されるとき、そんなマザー、テレサだが、自身も病人となってしまうぜ。病魔が、高齢のマザー、テレサを襲ったのは、ローマ教皇ヨハネ、パウロ2世との会見のために、訪れた1983年のローマでのことで、不意にして突如の心臓発作だった。以降、周囲も厳重注意しながらの健康管理のもと、1989年にはペースメーカーをつけることに、その翌年にテレサは、健康状態を憂慮して総長の辞任を申し出たのだが、会員たちの強い希望に押されて、引き続き総長に選出されたんだ。さらに翌年の1991年には故郷、アルバニアに、テレサが長年の念願だったという、支部を設立したぜ。しかし、1993年5月にテレサは転倒して首の骨にひびが入り、同年8月にはマラリアを発症。さらに同年9月には、カルカッタにて心臓病の手術を受けなければならなかったんだ。次から次へと大変だったね。より一層の療養生活を余儀なくされたテレサだったが、ついに1997年3月には、体力の限界を理由に総長職を辞任し、同年9月5日にカルカッタのマザー、ハウスにて、永眠したんだ。満87年の生涯だったぜ。地上に刻まれた聖女の遺産。マザー、テレサが昇天した時神の愛の宣教社会メンバーは、およそ4000人。世界123カ国の610カ所にて、たゆまぬ慈善活動を展開していた。まず最初に取り組んだ貧しい子供たちのための教育施設と、死を待つ人々の家と名付けたホスピス、そして児童養護施設、炊き出し施設、HIV 患者のための家、平和の村と名付けたハンセン病患者のための施設などだ。そんなにたくさんあるんだ。マザー、テレサの葬儀は、インド政府の国葬として1997年9月13日に、地上に散在する各宗派の、代表らが、それぞれ教義の枠を超えて参列し、荘厳のうちに取り行われたぜ。それは、宗派に一切こだわらずして、ひたすら貧しい人々に救いの手を差し伸べた。テレサの聖なる魂を称えるにふさわしいものだったことだろう。マザー、テレサが永遠の眠りについた棺は、インド陸軍兵によって砲車に乗せられ、国葬会場まで粛々と行進した。やがて遺体はテレサの遺言に従って、神の愛の宣教社会、本部に埋葬されたぜ。マザー、テレサの死は、世界中で悲しまれたんだろうね。さて、みんなが知っているだろうマザー、テレサについて紹介してみたぜ。ここからは、マザー、テレサの裏の顔について迫っていくぜ。聖女は魔女か？1979年にノーベル平和賞の授賞式に臨んだマザー、テレサ。その時人々を驚かせた、つつましい彼女の白い木綿のサリー姿や、賞金全額を軽かったの。貧しい人々のために使うといった聖人とされるマザー、テレサを紹介してきたが、実は、彼女が個人の銀行口座に残した遺産は、およそ48億円だったそうだぜ。48億。マザー、テレサの理念を思い出しながら、実際に、死を待つ人々の家というホスピスで、働いていたスーザン、シールズの内部告発を紹介しよう。は、何それ？死を待つ人々の家というホスピスで働いている修道女たちは、ついに死の危険が迫る人たちに、天国への切符を望んでいるか？と尋ねなければなりませんでした。そして、肯定的な返事があったなら、それは洗礼に同意した、とみなされたのです。どうして秘密裏に洗礼を行うことが大事なのかといえば、マザー、テレサの修道女たちが、ヒンドゥー教徒やイスラム教徒に対してキリスト教の洗礼を施していることを、明るみに出すわけにはいかないから。ただ、それだけの理由です、という告発だぜ。嘘でしょ。そもそもホスピスとは、終末期患者の痛みとか症状の緩和にフォーカスした医療の一種だよね。そうだな。親切なもてなしや休息の場、つまり病気や疲れた人を保護する場所を、意味しているはずだぜ。ところが、実際はこのような告発があり、世間を驚かせたんだ。1991年にカルカッタの同施設を訪れた、イギリスの医学雑誌ランセットの編集委員、であるロビン・フォックスは、そこで患者に行われていた医療ケアを、目の当たりにして、ハクハザード、デタラメという表現を記したそうだぜ。フォックスは、この施設の環境に関してマザー、テレサの責任を重く見ているようだ。ことに、テレサの修道会が治療の可能な患者と不可能な患者の区別をつけていないことに注目し、助かる可能性のある人でも、感染や処置不足により死の危険にさらされてしまう、と判断したのだ。その根拠は？その根拠には、終末期患者の痛みや症状の緩和を優先するはずのホスピスに、
適切な鎮痛剤がないことを挙げ、これこそがマザー、テレサの取り組みと、一般的なホスピス運動をきっぱり特別するものだとされた。フォックスの観察では、注射針は湯ですすぎ洗いされるのみで殺菌が十分ではない上に、結核患者も同施設内において隔離すらされていなかった、と報告しているぜ。それはひどい環境だね。さらに、2018年7月5日に、インド東部、ジャールカンド州にあるニュージーンで、人身売買が行われていたことが発覚したという事実に基づく報道がされた。それは本当なの？警察の立ち入り調査の結果、インド当局は南部ジャールカンド州にあるカトリック宣教師が、運営するニュージーンで、生後6ヶ月の男児を含む4人の乳幼児が売られたことを発見したらしいぜ。そのニュージーンには十数人の妊婦が住んでいたとも言われている。発覚後すぐにニュージーンは閉鎖されたそうだが、売られた生後6ヶ月の男児には5万ルピーが、支払われていたそうだ。5万ルピーとは日本円にするとどのくらいなの？当時のレートでおよそ7万円だぜ。日本とは物価が違うとはいえ人間の価値がそれだけ？と思ってしまうんだけど、警察と州当局の調査により、修道女のシスター、コンシラと、ニュージーンスタッフのアニマ、インドワールが、人身売買に関連した罪で逮捕されたそうだ。インドワールは子供たちを売ったことを認めているそうだぜ。人身売買も誰かが密告したの？ああ。ある夫婦が警察に密告したそうだぜ。夫婦の証言によれば、子供の代金としてインドワールに12万ルピー、およそ17万円を支払ったが、インドワールが返金せずに子供を連れ戻したため、警察に密告した、ということだったそうだぜ。なるほど。他にも、さらに、4人の赤ちゃんが、過去1年以内に売買されたという報道もあったようだ。さらに、イギリスの著名な作家、ジャーナリストのクリストファー・ヒッチンズは、1995年に出版した宣教師の立場マザー、テレサの理論と実践という著書の中で、マザー、テレサの慈善活動を極めて否定的に記しているんだ。マザー、テレサの実相は偏教であり、有力者には媚びる姿勢を見せ、金集めに奔走する人物だったと。また、マザー、テレサは、彼女名義の通帳に多額の現金を所持していた。世界中から集まる寄付金を、彼女が公言していた通り貧しい人々のために使えば、インドで最も進んだ病院を建てることも可能だったとも記しているぜ。こんな噂もあるぜ。なになに？マザー、テレサは、ハイチの独裁者ジャン・クロード、デュバリエとも信仰を持っていて、彼から多額の寄付金を受け取っていたと。その寄付金はどういう使い道をしていたの？集まった巨額の寄付金は、インドの貧しい人々に使うことはなく、なんとバチカンのローマ教皇庁に送金し続けていたそうだぜ。ローマ教皇庁とはズブズブの関係だったのね。実際バチカンは、異例の速さで彼女を、聖女だ、と宣言していたんだ。しかし、痛みに耐えろという怪しげな看護方法や、問題点の多い政治家とのコネとか、多額の寄付金の管理に関する疑問点ばかりか、マザー、テレサが、中絶、否認、離婚に関して、過度に批判していた点などについては、一切問題視していないらしいんだ。聖女と呼ばれたマザー、テレサの表の顔と裏の顔について紹介したが、どうだったかな？だいぶ長い間、世界中の人々は騙されていたことになるよね。これからも真実が暴かれていくかもしれないな。彼女は、生前に書いた文章や手紙すべてを破棄してほしいと望んでいたそうだぜ。しかし、それらのコレクションは、死後に書籍として出版されたんだ。書き記された文章からは、晩年には孤独感に苛まれていたことが、察せられるそうだ。さらに、彼女は何十年にもわたって神から切り離されている感覚を持っていた、と記し、神の愛の宣教師会を創始するために励むことができた若い頃の情熱を、失っていることも書き残しているぜ。締め。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても、嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。